ここの遺物はすごいわね。こんな大きな構造物は本国にもないわ。今はすっかり廃れてるようだけど、かつてこの辺りが錬金術の中心だったのかしらね。マリオン、そろそろ移動しませんか。移動って今来たばかりじゃない。本格的な調査はこれからよ。ですが、その、ああごめんね、高いところ苦手だったっけ。私は好き嫌いなく何でも食べ、どんな相手とも戦いますが、高いところだけは苦手です。なんだったらあなたはあっちで休んでてもいいのよ。いえ、マリオンのそばは離れません。護衛ですから。そんなこと言って顔が青いわよ。私はもうちょっと詳しく見てから。誰かが来ます。あ、こんにちは。水道跡の調査か何かですか。なんだアーシャ、びっくりした。よかった。あれ、驚かせちゃいました。気にしないで、今日は凛花が役に立たないからちょっと用心しただけ。ここは特に変わったものがあるわけじゃないけど、興味深い場所よね。こんなに巨大な構造物をどうやって作ったのかしら。昔の人ってすごいですよね。もしここがなかったら、リーゼン玩具も私のアトリエも外界から切り離されちゃってました。そうなのよね。これほどの構造物なのに、ただの街道扱い。リーゼン玩具もただの石切り場になってるし、過去の遺産の扱いに頓着ないのね。もし過去の遺産を有効に活用できれば、生活の水準がぐっと上がるかもしれないのに。あんまり考えたことないかも。みんな、今の暮らしに満足してるんじゃないかな。生活はあんまり楽じゃないですけれど、贅沢しなければなんとかやっていけますし。今あるものでつつましやかに生きていくか、それも一つの手かもね。上なんて見上げてたらキリがないし。役人の出世と一緒ですね。そうそう、下っ端はどんなに頑張っても所詮は下っ端。やる気なくなってきた。給料なんて全然上がんないし。あの、でもどうして遺跡を調べるんですか。調査のための調査かしら。どこに何があるか、まずそれを調べてるの。後でやってくる専門家たちのために価値のありそうな遺跡を調べて報告しているの。そっか、縁の下の力持ちですね。まったく、自分でも地味な仕事だと思うわ。けど誰かがやらなきゃいけないから。マリオンが立派だということは私はよく理解しています。ありがとう。そんな風に言われたら拗ねてもいられないわね。さ、もう一踏ん張りしましょうか。心得ました、アーシャ。ではまた。お役人さんって大変なんだな。せめて邪魔しないようにしなきゃ。